93年 J リーグ開幕からずっと取材を続けている多分唯一のアナウンサーだと思います。よろしくお願いします。さあでは早速お呼びすることにいたしましょう。風間彌弘監督です。上からの登場。はい、たった今まで、サイン会ということでなかなかその長蛇の列が収まらなかったそうですけれども、はい、改めまして風間監督です。よろしくお願いします。改めましてこんにちは。まあ、座りましょうか。はい、失礼します。まあ、風間監督とはここからは、ね、J リーグの25年間を振り返るという、まあ、そういうテーマになりますけれども、とはいえ一応今日お集まりの皆さんも、はい、J リーグのこの中断前、はいはい、戦い方について、風間さんがどんな風に感じているのかっていうのも、はい、ちょっと知りたいと思うので、はい、ちょっとそこを振り返っていただけますでしょうか。そうですね、自分たちの、ものをすごく出せた試合、はい、それから出せなかった試合、今その数としてはやっぱり出せなかった試合は少ないと思うんですけども、やはり自分たちの形を持ってますので、そこの中で自分たちがボールを持っている時に奪われている失点が非常に多かったので、そこのところを、ね、しっかりまた見つめて、もっともっと自分たちが安定して戦いしていきたいなというような感想を持ったここまでのシーズンの試合でした。はい、で1ヶ月半の中断期間があります。つまりは今までやってきたことを改めて徹底するという1ヶ月半になりますか。そうですね、やっぱり本当にこういうサッカーをする上ではもう緻密なところまで体に染み付けなきゃいけないんで、はい、そこのところは本当に全員でね一緒になって徹底してやっていきたいなというふうに思ってます。ただ本当に今日会場に来て思ったんですけれども、皆さんまあ当然まあ諦めてもいないし見放してもいないし、むしろ頑張れよっていう思いがものすごく感じる今日のフェスだと思うんですがね。いや本当に一番初めにね小西社長がおっしゃいましたけども、やはり我々はファミリーだという言葉、逆に僕今日本当にそれをね感じさせていただいて、はい、本当に元気勇気をもらった、はい、ここまでの時間だというふうに思ってます、はいはい、さあそんな風間さんと一緒に J リーグの25年間を振り返る。25年間、私先ほどもちょっと申し上げましたが、93年の J リーグ開幕鹿島スタジアムに、はい、まあ、取材にも行っていまして、はい、当時25歳だったんですが、あ、分かったですね、今50歳になってしまいましてこれも J リーグの歴史を感じざるを得ないんですけれども、はい、風間さんは J リーグ開幕当時はもうサンフレッチェ広島で、はい、そうでした。しかも皆さんもう特に風間フリークだと思うのでご存知だと思いますけれども、 J リーグの日本人ゴール第1号は風間彌弘さんね。もう昔の話ですね。ありがとうございます。とはいえやっぱりその当時のことって覚えてますか。そのシュートのシーンだとか鮮明に。まあ覚えてますね、僕らのその試合は次の日だったんですよね、開幕。そうですね、15日にベルディとマリノスが、それでちょうど試合も一番最後だったんです、はい、30分遅れが1チームだけあったんですよ、はい、あとは多分あと 1,2 分遅れてれば僕じゃなかったって言ってましたけど。そうでしたか、はい、ただその時はもういろんなところで言ってるんですけど、まあ、うちの次男が、はいはい、出産した1ヶ月後なんですよ、ちょうどその日だったんですけど、生まれた、でもその時だけ僕はあとの3人には立ち会ったんですけど、はい、彼だけは立ち会えなかったんです、遠征で、はい、だからもう彼のために普段点取り行く選手じゃないんですけど、点を取ってきますと点取ってくるよっていうことを言って、で行ってみたら一番初めのキックオフから来たボールが、はい、僕はちょっと遅れたんですよ、ええ、でものすごくここにいっぱい穴があるなと思ったんで、その次行った時に1分を、まあ、1分ですね、1分ちょっとですけど、で点が取れたということですね。すごいですね、取ってくると、はい、宣言して取ったゴールはじゃあ後にも先にもそれぐらいですか。そうですね、ええ、それだけです。もうで他の子供が俺のために取ってよって言うんですけど、はい、僕の私のために取ってよって言うと俺は取る選手じゃないっていうので、はい、言って、まあそのぐらいですね、大して手に入れてませんから、なるほどね、はいはい、そんなJリーグを経験される前に、まあ、風間さんは大学卒業して、はい、あえてその当時の日本のね社会人のリーグに、はい、プロ日本リーグに入らずに海外を選ばれたと。そうですね、どういうことだったんですか。珍しかったですよね当時は。はい、ただもう17歳の時に、はい、まあ、アンダー今で言うとアンダー20の、ちょうどマラドーナが来た時の大会に、はい、を日本でやって、僕もそこに参加させてもらって、やっぱりマラドーナを見たらびっくりしちゃって僕も中学ぐらいからいろんなところに遠征には行ってたんですよ、はい、ですけどもこんな選手がいるんだったらもう日本の中だけでいいのかと。で今のように
ダゾーンのように全部見れるのテレビなんかないじゃないですか、うん、そうですね。ですから僕らの時は前半を海外の前半を見て1週間待って後半を見るっていうぐらいしかないんで、はい、何が外にあるんだろうっていうふうにずっと思ってたんですね。で大学のもう2年生ぐらいからもうはっきり意思を自分の大学の監督に伝えて、僕は西ドイツに行きたいと、なんとかそういう手助けをしてくれませんかっていうことをずっと言ってまして、もうその時の、日本リーグの企業とは2年生から話をしないようになりました、はい、もうピシャッと、はい、もうそういう田原さんらしいですね、その辺のねそう、なぜ西ドイツだったんですか。まあ、一つはもう中学2年生のぐらいにブラジルチームから誘われたことあるんですよ。ほほほ、はい、ですけどまだその時は高校選手権がある、そこに出たいっていうことで出れませんでしたけど、はい、結果はですけどもそういうのを取ったんですね。でもう一つは、まあ、自分の家がやっぱり母子家庭で過ごしてますんで、まあ、日本でちゃんと就職すればねちゃんとお金もらえるんで、やっぱりそこをちゃんと見つめなかったら留学もできませんし、うん、そういう意味では行ったことがある西ドイツっていうのはその時の経済水準しっかりしてましたんで、はい、果たしてそこでできるかどうか分かりませんけど、そこに行きたいというふうに考えて、ずっと西ドイツって言ってました。は、はい、で、まあ、その西ドイツを経験して、はい、さあ J リーグが開幕します、直線戻ってらっしゃって、はい、あの当時の J リーグってやっぱり華やかさはもうすごかったですけれども、はい、びっくりしましたね、はい、プレーのその質ですとか、まあ、今どんどん上がってると言われる中で、はい、当時というのはどうだったんですか。一番初め、まあ、僕が帰ってきたのは J リーグの前、はい、ちょっと前ですよね。それでまだ日本リーグの時代ですから来たんですけれども、やっぱり正直言えばこういうのは今みんな仲良しの仲間なんで、はい、森保はじめ、ね、みんな仲間なんで言えるんですけども、当時帰ってきた時はものすごく敵も遅く見えましたけど、味方もめちゃくちゃ遅く見えて、これを本当にどう強くしていくのか、どう戦っていくのかっていうのはすごくみんなで考えて、まあ、ただその時の広島ってクラブもやっぱりそこを目指したチームなんで、まだ JSL ですかね、はい、2部でしたけども、そこから上がってだんだんこう上に行くっていうところをしっかり目指したチームだったんで、そういう意味ではすごく選手の変化も大きくて、やっぱりいいチームだったんじゃないかなというふうに思います、はい。当時来てた外国人選手ってみんな日本のサッカーは速いと、はい、ただ速いだけでこう緩急がないという話もしてましたけれども、はい、やっぱりスピード感っていう意味で言うと、風間さんはその辺はあスローだなって感じられたんですか。そうですね、やっぱりそれは全然やっぱり違うもんでしたけど、うん、ただ今の場合は J リーグってい う, もうこの歴史がねだいぶできてきたんで、はい、やっぱりここの我々のこの日本という国のねスタイルができてきたと思うんですよ、はい、だからやっぱり選手の速さとかやっぱりみんなサボりませんから、はい、そういう意味ではそういうところの速さっていうのは、まあ、僕らが始めた時とは格段に上がってるというふうに思います。そうなんですね、はい。で、サンフレッチェは94年のシリーズで、当時2ステージ制でしたが、はい、優勝もしました、はい、でその当時のグランパスっていうのは、まあ、お荷物とも言われ、はい、ガンバと浦和と毎回こう8位9位10位争いするようなクラブだったんですが、当時グランパスに対してイメージって何かお持ちでした。力はすごくあったと思うんですよ、はい、ですけどもちょうどこう相性がいいというか当たる時が良かったんで、だいたいいつも 3-0 か 4-0 ぐらいで勝ってたんですよね、はい、だからそこを多分リーグ戦というのは当たる時期もあるじゃないですか、はい、ですからチームがこう出来上がっていく時とかいつ当たるかとかって結構大事で、もちろんそれは今でもそうなんですけど、はい、そういう風なイメージはありましたね、はい、あ、やっぱり当時から、まあ、力はあるけれどもそれがこう発揮しきれてなかったクラブというような。そうですね、その時、うん、やっぱり浦和にも同じことを感じました。やっぱり うまいんですけど、やっぱり何かちょっと違うかなっていうところですよね、うんうん、ただ実際その3クラブもいずれも J での優勝経験もしてということですから、はいはい、当時の風間さんの感じられたことっていうのは、ね、間違いでもなかったというか。それとやっぱり、歴史を積んでいく上では、はい、やっぱりグランドではなくてやっぱりそのクラブが何を目指しているかっていうのが一番大きなところだと思います、はい、ですからもちろんこのクラブもずっと目指して優勝もしてますし、それから浦和もそうですし、はい、やっぱりいろんなところでどう望んでいくか、うん、どう本当に基礎を築き上げていくかっていうのはもうずっと日常を考えていって、なおかつ変化していかなければ、はい、クラブっていうのはなかなか成り立たない。それから本当の土台を持たなければそこから先に行かないっていうのが今のサッカーですから、はい、そういう意味ではその当時そういうことをきっちりやってきたクラブだと思います、はい、
そこから、まあ、25年、 J リーグの100年構想という意味でいうとまだ4分の1が過ぎたに過ぎませんけれども、まず次のじゃあ10年、例えば25年、風間さんはどういうふうにこのサッカーが町の文化としてより根付き、はい、そしてそのフットボールクラブがどういうふうに高めていくべきだと感じられますか。はい、やっぱり今はもちろんグラウンドの中の、ね、勝負というのは一番大事なことです、はい、ですけどもそれだけではやっぱり自分たちを伸びない、それから周りが満足してくれないということで、どんなものを見たいか、それからどんなことを作ってここで表現したいかというのがすごく大事になってくる年だと思うんですね。だんだんこうなってくると思うんです。ということは何かというと、選手の必要性もまた変わってくる、うん、今まではセンターバックだったらこういうセンターバックが必要だったけど、例えば本当に速いサッカーをしようとしたら、もしかしたらヘディングよりも足の速いセンターバックが必要になってくる、いろんなことで選手がさまざまにこう変わっていくと思うんですよ。そこの中からみんなが楽しめる、それから今までに想像がつかなかったものが出てくると、あるいは想像を覆すものをね、選手たちが作っていくという形になると思うんで、そういう意味でやっぱり育成した子どもたちの年代の発想とか、それからそういうものをこう作り出していく環境とかっていうのはすごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。ちょうど先週、私、山口元博さんとも同じようなちょっとワールドカップについてのトークショットをやって、はい、その時にこの育成の話になってですね、はい、最近やっぱりその育成にベテランというか経験豊富なコーチ、はい、指導者を置くべきじゃないかって話が出てますよね。例えば風間さんのような、はい、いえいえ分かりませんけどでもそこのところってのはすごく大事だと思います、はい、何かというとそれを本当にこう伝えていく、今なかなか僕も大学もやってましたけど、日本というのはどうしても18から22までってだいぶ違うじゃないですか、はい、で例えば僕がいた昔ですけども、ドイツなんていうのはもう14ぐらいで自分の進路を決めなきゃいけない、ですからもちろん成長は早いというよりも時間がないんですよね。でも日本の場合は許されてて、22歳ぐらいまできっちり自分たちが勉強したり、またそこから教えてもらうことができる。でもプロの世界ではサッカーですからあんまり時間がないです。ですからできるだけ子どもたちが早くここの、例えばうちで言えばこの豊洲でプレーをするように、はい、みんなで仕掛けていかなければいけない。その時にもう本当にどれだけのこと、この4年を縮めなきゃいけないわけですよ。ですがこの4年を縮めるということは何かと言ったら、下部組織の指導者の指導力というのはものすごく大きなものになるし、はい、みんなで上から下まででみんなで見ていかなかったら、うん、選手はなかなか出れなくなってくる、で他のところに行かなければいけなくなってくるということになると思いますので、うん、そこのところを本当にクラブが一つになってクリアできていけばすごく面白い。僕は何か言ってますけど、ここの土地、それからこのチームにはものすごくそういう大きなポテンシャルがあると思いますので、はい、そこはぜひ、ね、みんなでやっていきたいなと思いますね、はい。でユースに入れる、ジュニアユースに入れる子たちっていうのはやっぱりそれなりに上手で恵まれてもいますけれども、今日後ろでボール蹴ってたこういう子たちが本当に楽しくフットボールをやって、サッカーをやって、そこからまた上手になった子がプロになっていく、こういう環境も大事だと思いますが、はい、特にこう小さい子どもたち、将来プロサッカー選手目指してます、はい、そういう子たちに風間さんからメッセージを送ると、ちょっとどんなことになりますか。まあ、だから自分のやりたいことをグラウンドの中で表現してみるということですよね。例えば今背が大きくて足の速い子がいる、はい、でもその子は逆に自分が背が大きくて、例えば背が大きくなくて足が速くない状況の中でまたやらせてあげれば、またいろんなこと考えられますよね。で逆に今まだまだ成長が遅くて、身体的には能力ではまだちょっと劣ってる、でもその時でチャンスなんですよ。要するに考えるってことが、自分で考えて何をするか、そこを自分で考えられるかどうかなんですね。ですから本当に自分のやりたいことをグラウンドの中で好きなだけ出してみればいい。でそれが出せなければ自分で考えて練習すればいいというふうに思うんですね。そこのところをやっぱり教えてもらうとか、これはやっちゃいけないとか、これやった方がいいとか、そういうのではなくて、もうグラウンドは職員じゃないんで、はい、自分の思ったことを、もちろんルールの中ですけどね、その中でみんなを驚かしてみたり、そういうことをどんどんやってくれる子どもたちがたくさんいてくれたら面白いなというふうに思います。ただこう現実、今放課後の学校の校庭もね、はい、サッカー、野球使うことがちょっと難しくなったりという、はい、環境の面がやっぱり昔と随分変わってきちゃってる部分はありますよね。ですからそういうのも含めて、そういうところも含めてやっぱりプロの
クラブであったり、はい、それから教会であったり、そういうところが地域に対して手助けをしていかなければいけないかなというふうに思うんですね、うん、グランドって学校本当に開放すれば多分ものすごい数あるじゃないですか、はい、ただそこに責任を持っていてくれる大人がいない、僕らの時はいたんですよね、はい、だからナイターをつけて、僕ら清水ですけど、ナイターつけて9時ぐらいまでやれたんですよ、うん、でも今の子供たちっていうのはやっぱりこの時間にまでしかできない、それからバスで帰りなさいになるんでね、そういうところではやっぱりそういうものも含めて自由な環境もすごく大事ではないかなというふうに思います、うん、そうですね、はい、まあ、そこは本当にグランパスというクラブだけで何ともなる問題ではありませんけれども、はい、これからこう取り巻いていく環境もね、はい、どう変わっていくかというところでありますが、さあ、100年構想という J リーグですけれども、 J はこうあるべきだ、そしてその中で風間さんはこのグランパスを通じてどんなメッセージをこれからも皆さんに伝えていきたいと考えているでしょう。やはりこの25年、やっぱり海外からあるいは世界のサッカーという言葉をね、はい、すごく抽象的な言葉をみんなが探して学ぼうとしてきたと思うんですよ。でももうみんな超える時期だと思うんです。というのは何かというと、自分たちで生み出す、自分たちの選手で生み出す、まあ、昨日チャンピオンズリーグ決勝ありましたけど、はい、彼らの選手の中で考えるんじゃなくて、彼らと対等に戦える今俺たちがいる選手でどういうふうにして戦って、どうしたら面白いものができるかということを考えていく、やっぱり自分たち主導の発想でやっぱり戦っていかないと、もう日本のサポーターっていうのはもうファンサポーターの方々もうすごくサッカー見てますんで、はい、それからやっぱりここもそうですけども、強いこと楽しいことはみんな好きなはずなんですね、うん、ですからやっぱりそこをしっかり目指してやっぱりやっていかなければいけない、はい、逆にそういうチームがたくさん出てきたら J リーグというのはまた世界から認められるんじゃないかなというふうに思います。そのね、世界のスーパースターイニエスタも神戸に加入をして、またちょっとこう再開後も楽しみになってますのでね、はい、その辺の注目も含めて、まずはグランパスが強いことということが、はい、我々にとっての一番望むことですので、はい、もうとにかくこの期間でね、はい、またしっかりチームを作ってね、またしっかり戦える、それから本当にみんなに楽しいと言ってもらえるものをしっかり見せたいと思います、はい、ぜひ期待しております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。という風間監督でございました。さあ、この後その25周年の記念のユニフォームのですね、こちらでお披露目会などもございますので、そのままお待ちをいただきたいと思います。では陽介さん、お返しします。はい、どうもありがとうございました。進行役見事務めていただきました東海テレビ小田島アナウンサーに毎週大きな拍手を送りください。ありがとうございました。さあ、小田島アナウンサーにもおっしゃっていただきましたが、この後 J リーグ25周年記念ユニフォームのお披露目をさせていただきますが、準備のため今しばらくお待ちいただきつつ、ここで皆様にご案内です。本日西イベント広場におきまして、イベント終了後、今先ほどトークショーでも出ておりましたグランパス君ファミリーのミニデスク、こちらを本日のファン館先行販売を行います。イベント終了後、西イベント広場におきましてグランパス君ファミリーのミニデスク先行販売をこのファン館のみ行います。ぜひとも皆様足をお運びいただきたいと思います。イベント終了後、西イベント広場でございます。さあ、それでは引き続き、この後 J リーグ25周年記念ユニフォームのご紹介お披露目をさせていただきます。今しばらくお待ちください。